政府与党は営業自粛や酒類の提供自粛などお願いを繰り返すのみで、そのお願いに各事業者の皆さんが応えるための政策誘導は全く不十分と言わざるを得ません。枝野代表は日本商工会議所の総会で、新型コロナで打撃を受けた日本経済を復活させるためには中小企業政策の抜本的強化が必要だと強調しました。その上で、次の衆議院選挙では中小企業の公的支援の拡充を公約に盛り込む考えを示しました。商工会議所を軸とした支援機関の強化や、新しい事業展開に向けた研究開発の支援、法人税の見直しを行うなどとしています。